はい、配信の方始まりました。これマイク男となってますが、ごめんなさい、大変です。ゲームオン、マイク、オン、映像等々問題ございませんでしょうか。コメントいただけると嬉しいです。皆さんこんばんは。こんばんは。まだ始まったばっかだからあんまり見てないかな。男です。男さんってすごいね、呼びづらいと思う、ね、あのね、ツイート見たけど俺ちょっといいねしそうになっちゃった、うん、なんかいいねするのもちょっとためらってやめたけどなんでやめる、確かにね、ちょっと言いづらいねえ、だから未だにうねさんって呼ばれる。そう、結局ね。いやこれね、そんなめめしい、あんなめめしいやつの名前なんか出すんじゃねえよっていやこれ難しい話で、例えば3年か4年ぐらいゲームやって、まあ、サードにもいるんですけど、はい、長いこと同じハンドル使ってたやつが、じゃあ今年から変えますっつって、はいはいはい、これ馴染むのにね、あの多分ね、ワンチャン1年じゃ効かないぐらいかかるんですよ。まあそれはね、もう薄々感じてますね、はいはい、もうこれはもうね、最初に名前つけたやつが昭和なきゃいけない号なんですけど、だってで一番男っていうのがしっくりきたんだもん。いやサードでもね、あれですよ、かわいそうな名前つけてるやつしょってずっとゲームやってるやついるんですよ。ピエロって言うんですけど。え、な、な、なんて、ピエロって言うんですけど。ああ、もうレジェンドプレイヤーじゃないですか。確かに呼びづらい。そうです、なんて、ピエロさん、ピエロさん、電車の中で呼びづらいののね、トップ5ぐらい。なんか物の例えかなみたいな、比喩表現か何かって、本当に昔いたピエロっていうビジュアルバンドから引っ張ってきただけっていう、もう根っこから痛いやつですけど。 あそうなんすか。ほとんど多分知らないでしょ。いや俺は知らない。だよね。そうそう、俺は知らないけど。あ、でもそうなんだ、ビジュアルバンドなんだ。そうそうそう、だピエロさんのあのレミーはすごいっすよね。あれはまあ間違いなくオンリーワンなんですけど、名前もある意味オンリーワンっていう、オンリーワン。ちょっと悲しい意味のオンリーワン。確かに、はい、まあ俺も男っていう名前は、てか正直バイソンにするんだったら、はいはい、まあせっかくだから名前変えちゃい、変えたいなって思ってて。あ、まあ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 、確かに。そうそうそう、やらないとその名前変えはまあいいと思います、うん、一緒に。でもなんかあんまり面白い名前思いつかなくて。なるほど。なんかこ、まあこ男っていいかなみたいな。そう、いじられやすいしね。あ、まあまあまあ、いじりやすいし、すげえね、覚えやすいです。確かに、そう、覚えやすい、聞いたら忘れない。そうそうそう、あとキャラ、キャラが立ってる、うん、それは立ってる、間違いキャラが立ってるそう、キャラ立ち、はい、キャラ立ち、これ大事ですかね、はい、さあ、コメントちょっともらえると嬉しいですが、マイク入ってるよな。ああ、リュウさん、あ、今ね、ガンさん今のじ合いしてるからね。そう、それ待ち。マイクは入ってます、はい、みんなシャイなのかな。今配信は始まってる。一人目は決まってる。あとは、かぶせ合い。俺、あ、そう、あ、聞こえてます。あ、ありがとうございます。コメントが、そう、まあ、今日のルールはですね、かぶせ合いで、キャラ自由っていうね。そうですね、まあ、どっちのルール、両チームとも先方だけ決めていて、はい、合計今のところ9対9ということで。そうですね、で、あと、で、まあ、あとはもう入りたいやつが入れと、立候補してガンガンいけと。そういうことですね。か、リーダーがお前行けって命じるか。そうですね。まあリーダーがもう指名しちゃってもいい。全然。別にリーダーが決し、何、対象縛りということもないと。全然そんなことない。なんだったらもう今回、リーダーが先方ですから。そうね、どっちも先方だからね、これ。ガンさん、ワンピー側リーダー、ツーピー側。おい、画面に隠しから出てきたぞ、これ大丈夫か。あ、なんだこれ。これゲーセンのインカム率著しく下げるところ、これはね、営業妨害ですよ。ちょっと負けていただかないと困りますね、これね。あ、勝利で、間違いなく歴代ストリートファイターで最強の動きだからね。あ、灼熱ハメでき、あ、できないね。ああデュさん一応入った、うん、なんか
確かアシュラに好きないんでしょこいつ。アシュラはないっすね。ないの、ふざけて。ないないない終わってる。あ、出る昇竜拳。あ、1フレあんの。あ、あ、そうか、ピオリが速攻回復だっけ。あ、ピオリがないな。ピオリないっす。舐めてんのかこのキャラ。まあまあスーパーコンボねえしな。あ れ, あれ投げ受け身は。いやいやいや、今のもそうだけど。あ、投げ受け身あるんだえね、ほんと。いやこれはね、お世話です。いやいやこれは完全な男祭りですよ。いやいや、もうなんか近所の人を集めただけなんで。近所の人マジか。めっちゃ遠くから来てる人いるって聞いたけどな。そう、 まあ、なぜかなぜか遠い、な、そう、なぜか遠い人も来てるけどおかしい。え、みんな東武東上線沿いじゃないんだみんな違う、東上線沿いじゃないのまあ、うん、はい、画面から隠しが消えた。平和保たれたね。さあ、そんなわけで、はい、現在リーダーがまだゲームしてるのかな。ラスト、1名ずつの 1P2P を、確定させたら、それでぼちぼちやりましょうか。まあそうですね。はい。あー、ナイス勝利。え、豪機から S ホンダになったぞ。豪機から S ホンダって何。確かに。あ、いい、あ、いいですね。ギオンさんみたいに、純粋にもうストツを楽しんでる。はい、なるほど。もう、もうこれ、もう俺はこれで遊びたいんだっていうねそういう強い意志をね、感じますよね。いろいろね、俺基本的にメインキャラ以外ってほとんど使えないので、はい、いろんなキャラ使える人は尊敬しますよね、どのゲームでも。確かになかなかね、不器用勢なもんで他のキャラに浮気するぐらいならメインやんなきゃみたいな意識もあったりするんですけど。あ、でもギオーさんが一生波動と台足でしょられてる。ガン処理である。恐ろしい。いやもうこれがメインとサブのね悲しいなでも今日のルールはもう、いや、サブでもメインに勝てるかもよみたいな。なるほど。そう、なるほど。サブでもうメインバリに強い人ガンガンいるんで、今日、今日はね、まだ画面には出てないんで、はい、多分ご覧になってる方は今日誰がいるかっていうのはちょっとある意味秘密みたいになってるもん。ちょ、秘密ですね、はい、これはなかなか面白いですよ。あ、この、まあ普段 X の 対戦動画とか見てる人がしたら、はい、え、この人いるのみたいなね。そう、あのね、俺も X の動画よく見るんですけどね、はい、やっぱり男パワーなのか、いろんな人が来てくださいましたから、ね、男パワー出ちゃったかちょっと いや出ちゃうんだよなやっぱね、なんか別にそんな、別に何も呼んでないですよ、全然。ああ、なるほど。そう、全然出してるつもりはないんですけど、なんかね、カリスマ。自分で言っちゃった。自分で言った。ちょっとカリスマ溢れちゃってんのかな。あ、でもね、楽しく大会やってたらね、どんどん集まってきてくれてるんで、こういうの嬉しい。いや、でもぶっちゃけここまで人来ると思ってなかった。まあまあ確かに。ぶっちゃけた話、うん、これは本音、はい、から大山によると、木曜日は X の日ということで、X プレイヤーほぼほぼ間違いなくいらっしゃいますので、木曜日は間違いないです。はい、ぜひ皆様よろしくお願いします。打倒 VS。 なるほどマジで木曜日にこの店に50人とか来ちゃったら、俺それ結構すごいよ。それ木曜日に40人。40人。それはこのノリではちょっとやってられない。だって火曜日で40人なんだよ。あれはすごい本当に。もうだってどっちかといったらもう週末の方だからね。あのね、言葉悪いけどね、ちょっと頭おかしいもん、あれすげえなって思いますよ。いや本当に、本当に。いや、やっぱもう何年間もやってますからね。まあ、あれだって10年ぐらいやってるのか、下手したら10年やってないぐらいか。でも10年経ってるな。10年経ってる。10年経ってるのかな。もう 7,8 年は間違いなく経ってる。間違いなく。まあね、このイベントもね、何年続くか分かんないけど、ね、10年やっていきましょう。10年やっていきたいっすね。あー下がっちゃった。
じゃあ、ぼちぼち大会やっていきますので、配信内の試合はこれで最後、これで最後になります。じゃあ開幕、両チームのリーダーの、ガンさんとクレジンさんは集まってください。このゲームで被せ合いってなかなか激しそうな感じがするけどどうなるかも。なんすか？このゲームで後から被せていくってなかなかカオスなことになりそうで結構楽しみですよ。あのね、被せ合いはね、やっぱ一つにおいて、やっぱその、まあ、勉強っつうか、だから新たな側面を見せてくれるとこはかなりあるんで、しかも分かりやすい。ああ、なるほどなるほど。はい。のでね、まああんまり格ゲー詳しくない人でも楽しめると思います。はい、じゃあガンさん、これ。よーし。はじいた？ハックンはじいた。すげえ。はじきできたらもうそれザギスカイってことじゃん、つまり。というわけで、じゃあ皆さんそろそろ始めますので、まあお集まりください。じゃあ先方の方座っていただいてよろしいでしょうか。誰かクレジンさんのカーあれ持ってあげて。というわけで今回のルールはキャラ GU で、被せ合いになります。で、ワンライフ制です。ということを皆さん、まあ。いや、1キャラです。1キャラ。今日は1キャラ。1キャラ被せ合い。1キャラの被せ合い。はい。ということで。じゃあ、よろしくお願いします。じゃあ皆さん、じゃあ、どうぞ始めてください。というわけで木曜東西戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。 1P 側がガンさんの S 剣、はい、2P 側が、クレジンさんのダルシム、ハックくん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダルシムステージなんだけど、ダルシムステージだね。これ早いから。早いね。おっとスラタイクだが、あっとリバサが、まあ、S 剣結構やっぱ弱小離パンしても怖いのがあるんで、はい、まあ、なかなか手伸ばしにくいのもありますよね。まあそうですね。ガンさんがダルシム戦はどうなのか。え、でも今コパンでしゃがみコパン体育しましたね。ね、あれは多分昇竜、これはまあまあ OK でしょう。いやースラ体育が強い。道具はもうスラ体育1本でいいぐらいなんで。確かに、まあ、ガイルとかだとレバ入れのジャッキックとか使ったりするんですが、はい、道着はほぼスラで済んでしまいますんで。いや恐ろしいキャラだわ。ダルシムほぼクルージングに近いが、あっと惜しい。今焦りましたね。リバサの昇竜だったら今のは勝ってましたね。あ、そうか、リバサ昇竜でいいのか、ああいうのって。まあ今繋がってなかったんで、あスラスラストが繋がってたらいいんですけど、今暴れがお互い食らったんで。あーなるほどね、勝利だったらっていう感じですね。あーそういうことか。あ、出る、こっから壊し刻んで投げ、受け身取ってない。あーっとだがスラが刺さって、あ、今のはスパコンっぽいですね。おっと引っ掛けて、おっと飛び越して投げ、いや今のエロいね。エロいですね。エロいエロい。これは結構いい勝負かもしれないですね。そうっすね、お互いリーダーでしかも先方っていう、お互い謙虚ですね。はい、リーダー対決なんですけど、おっと昇竜対決、これが痛いが、お、これはバカになって、これはあー、ガンさんは手堅くいきたい。おっと、お、足が伸びてしまったところに波動が飛んできていた。いやーガンさんやりますね、なかなか。じゃあ、ワン、あ、ツーピー側、誰が、いきますか？キャメイカー。ラウンド1、ファイト。本日は、キャラ GU の被せ合いで、はい。まあ、リーダーと、まあ、チームメンバーで相談して、はい。決めるようになっておりますので、そこのところ了承お願いします。そうっすね、もうこいつは俺がやるっていう感じでね、
そういや さっきさ CPU 戦でさ、うん、ガエルにさアントビされてさスカシゲダンされたんだけど。スカシゲダン、あ、ハイビギさんですね。ハイビギさんのバイソン、はい、あ、これはあのガンさんね、はい、バイソン戦にちょっとこだわりあり、はい、なるほど、っていうかバイソン殺してって言ってたので、なるほど、これはちょっとね燃えてますね、燃えてますね。対してハイビギさんももうここな、もう踏んでしまって投げる、これはいい間合いだ。ハイビギ君もやる気半端ないからね。ガンさんマジであの台足の先端当てる前を覚えてますね。あ、マジっす、空振ってないです今のところ。おお、大事なところですね。俺はおーっと、ダイヤシタイク、いや、このカード SK 不利なんだけど、ガンさん間合い取りが、そうですね、間合いの取り方がうまいですね。うまいですね。ジャクってヘッドのところにダイヤシが隠る前に位置してるんで、すげえ、やっぱ竜より足が速い分それが可能になるんですね。ヌルポがこういうことしねえんだよな。バックジャンプして昇竜もちょっとかわいそうだから。昇竜、まあ、バックジャンプに大体昇竜を入れてるっていう感じですかね。うん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 、これはハイビギ君きついぞ。おっと、踏んでしまって、これはラッキー。いやー、これきついな。大足大工うまい、大足うまいや、今の全体的に大足が機能してましたね。そうっすね、やはりガンさん画面をよく見ている。さあ、ここまで2連勝ってね、かなり勢いづいているワンピー側ですが、ガンさんは結構丁寧に一つずつキャラ対応するタイプなんで、はい、すごいあの好感が持てますね。なるほど、昇竜も出ますし、まだそんなにあれ立ってないんだっけ、ね、ガンさんは、まあ、あとは、まあ、その場の嵐力とかも大事なんで、その合わせられたらっていう感じですかね。確かに S 剣なんて特にそうですよね。そうですね、あの結構 まあ、手席っていうか、うん、安定で立ち回るのも大事なんですけど、そこの人間力もちょっと試されるなっていう。おっと、ここで破天荒さん、いや、デレ、あ、違うか、デレローさん、デレローさん、さあ、デレローさん、デレローさんも最近マクファイヤー、デレローさん最近かなり勢いづいている、はい、なるほど、まあ、あんまり大会では、はい、正直なんかあんまりって感じなんだけど、はいはい、もうのじ合いの熱量たるや、なるほど、半端ないっす、彼もガンさん、やっぱ前取りがいいですね。前取りいいっすね。あー、ファイヤーは仕方ない。おっと、出なかったが、うまい、怪しかったっすね。これはおっと、これは誘って、とりあえず真空遅らせて投げ、あー、デレローさん得意なやつ来た。これあれは結構、まあ、あそこまで微妙な、ま、なんか待っちゃうんで、うん、投げられる。てかその高めからジャンプ台形判定が強すぎなのと威力が半端じゃない、もう体力やばすぎでしょ。こんな2発しか当たってないのにこんな恐ろしい。おっと、出る大昇竜、これは高めから、おっと、受け身取ってないぞこれは。いやー、まあ、これは気まずいな。あっと、足払いが熱い、真空を出させて、うー、難しい、これは出る。いや、お互い、いやー、いいっすね、お互い上が出る道義性は面白いですね。そうですね、ここまあ大事なんですね。もうここからこれありきでやっぱ球の数が増えていくというか、うん、また踏み込み、この画面端を追いやるモードをなるべく維持したい。今の差し返しめちゃくちゃうまい。これはデレローさんきついか。おっと、投げる、シーソーですね、シーソー投げ、シーソー投げ、小足で止めて投げに、真空出していたが小足だった。これはどうなる。おっと、気まずいな今の。竜巻を 見えた時に、まあ、とっさにアッパーが出ると、うん、結構慣れてきた感じの。そうですね、昇竜とアッパーが使い分けられるといいですね。おっと、間に合うんかーい、昇竜拳間に合う間に合った今のガンさん。今のは頭蹴られるかなって思ったんですけど、うん、ちゃんと入力してましたね。さあ、あ、じゃあ池袋デブさんがいきます。池袋デブさん、はい、ここまでガンさん3連勝しているんですけど、ちょっとリーダーちょっと早いのでは、謙虚すぎでは。あ、やばい、ちょっと S ダル、これ出ちゃったよ。これあのね、これは一時期 S ダルシムは深谷で流行ってましたS ダルはまあなんだ、レバ入れ技が暴発しないところがあるんで。あ、そうなんだ。まあでもなんか、まあでもまあちゃんとやれば X ダルのが強いという。
まあ、てかクレジンさんをやっぱ倒した後なのでやっぱ何かしらのコツは掴んでそうですね。まあそれもありますが、おっと引っ掛けて、これは痛いぞ。投げて、これは S だから受け身がないが、おっとこれは透かして透かして、今度は暴れない。なかなかやらしい。スラスラできますね、これは。あっ、ダメージが違う。おっと昇竜が当たる。大足波動昇竜、上見てる。そうですね、あのあそこはもう大昇竜届いちゃうんですよね。さあこれで4連勝ガンさんが半分抜いてしまった。あ、太平さんは、太平さんは 1P、2P どっちですか。あ、これはガイル結構この辺。あ、マジでリュウさん、もうリュウさん早いのさあリュウさんがここでストップをかけに来た。さすがに勝ちすぎだとそうですね、ここで通ってきたのは、まあ来たのはリュウさんのベガメインキャラですね。ただガンさんも結構ベガ戦を最近練習しているところがあるので、はい、見ものですね。これさっきのダルシム戦でもあったんですけど、とにかくあのデビリバとかに大昇竜が引っかかりやすい。あーなるほどね、ちょっとでも微妙に浮いちゃうと、うん、反応ができれば全部大昇竜で済んじゃうんで、こう、お、踏まない。てかガンさんかなりキャラ体がいい間合いで、おっと投げ返して暴れたが、ま、昇竜の隙が短い。短っ。あーっと繋がっていなかったが食らっていた。さあここでまずリュウさんが一本取っていく。おお、リュウさん空対空の相打ちがうまいですね。お、これは美味しいぞ。めくってわーっと、今は高めだったのでベガの離陸力を生かして空ぐらいっていうか逃げましたね。でもダメージはリュウさんが負けてますね今のところ。そうですね、昇竜はすら引っかかって昇竜が痛かったですね。うわ、リカバリーがうまい。この辺のこれは、あーっと昇竜、昇竜やっぱこの暴れ力、まあ、さっきも言ってましたけどかなり人間の力としても高い。そうですね、今のはベガが逆に言ったんで、仮にベガが何も出してなくても溜まってないので痛いのは返ってこない。これはやばいぞ、やばいぞあー、今間に合いそうだったが、あーっとこれは、あーあー、これはあー、あひっくり返った。今の軌道はヘップじゃなくてデビリバで透かしていた。ここで止めたのがリュウさんのベガ。今のはうまいっすね。じゃあ太平さん、ここで太平さん出陣ですね太平さんね、この左のポップ入力しながらねちょっとやってるから、ね、大変なんですよね。太平さんですね、太平さん、そう太平さんなんですよねあー、さっきのは結構紛らわしいんですけど、置き攻めでヘップじゃなくてデビリバーを出して、はい、何も出さないで着地中足ですね。あれさあ、ピオリーチだったのもありました。うん、あれいやピオリーチだったらもう食らうよあれ。そうですね、ヘップだからガードに集中しちゃうところがあるんで。うん、さあ太平さんのガイルですね。いい動きをしますね。うわー、結構攻め攻め、ニュートラルから、ま、その場のサバットっていうなんかその場そばとってなんか原人感っていうかうまい感じしますよね。うまい人はやりますよ、うまいガエル。あー、めくりが見えない、繋がっていなかったが、はい、かかっている。コンボが繋がってないってことはまだエンジンがかかってないってことだからワンチャンあるな。あー、前飛びしていく。これしゃがみ大パン対空はガエル戦で結構使うんですよね。うわー、カニカニカニピヨっていた。いやー、ガイルもやられて。いやでもしかし、いや結構惜しかったですねおかえりなさい。さて 1P 側困りましたね。さあこっからリュウさんが追い上げを見せているが、あ、ご指名入りましたね、ギオウさん先ほど号機を使っていた方、
おっと、ここで部長、大山の部長ギオさんですね。はい、ずっとこの大山対戦会を支えてくれたギオ部長です。ここでリュウさんがストッパーとして今機能を果たしている中、はい、ギオさんは、まあ、何種類かキャラ使うので、まあ、号機を除いた何かというところで、まあ、さっき S ホンダ使ってたんですけどね。まあでもベガだったら竜かなって感じはしますが、竜ですね。 X 竜、バイソンとかもいけるんですけど、なんか慣れてないとっていうところが、まあ確かに、まあ、やっぱファイヤーハードもある。あー、やっちゃった。あー、50円返せ。長沢ファイブ、これが長沢ファイブの火力。いやー、これリュウさん攻め攻めですね。これちょっとね、ギアかかってますね。これ誘い、誘いのデビリバダブル2。あー、投げている。ラッキーすぎない？昇竜出る、中昇竜。さあ、ギオー部長歩いてくる。おっと、今のは中足対空しようとしたけど、ちょっと足長かったです。おっと、空達中ゴス。あー、へー、行き過ぎた。そんな気がしたと言って去りましたが、今の密着度だったらワンチャン多分ガードすれば振り向きで真空が出るかなっていう感じはしましたが、まあワンチャンですね。そうですね、その前にリュウさんが空ぐらいしたのでちょっと焦っちゃいましたね。うん、あの中ボス空ぐらいっていう、てか、あの中ボスがだって出すのがかなり遅れて出してたからね。そう、遅かったの見て空ぐらいっていう、うん、遅らせ中ボス。あ、やべ、来ちゃったよこれ。と、杉さん、杉さんの X バイソン。はい、しかし杉さんはバイソン戦分かるのか。ベガ戦、あ、ベガ戦ね。ここはでもなんか最近ベガバイソン、あー、やっちゃった、やっちゃった、中断。いやー、これ最後が立ち置き台系っていう、こうおしゃれなおしゃこんですね。おしゃれ2段。いやー、これ出際にね、ダブル2が刺さるんですよね。あー、これは投げか。おーっと、このまま継続する。おっと、これはこっから行きたい。あー、投げ返されるっていうか受け身取ってない。さあ、リュウさんガンガン行きますね。ガンガン行きますね、固めていきますね。これベガがもうスパコンが溜まったので、はい、あの、はめられることもない。あー、ダブル2が飛んできた。やべ、あっという間に追いついて、追いついちゃったね。追いついちゃいました。なんかあの、やっぱ東西線あるあるなんですけど、意外と追いつく、意外と追いつくね。まあ今回はあの、順番決まってないんですけど、っていうかリュウさん強すぎ、強すぎる。対象クラスなの、あ、白剣さんですね。ワンピー側白剣さんです。白剣さん、白剣、白剣、白、はい、白剣さん。どちらの方なんですか。これは俺にもわからない。あ、なるほど。まあ後で聞いてみましょう。はい、白剣さん。そしてこれ 2P 側は友座さんもいるのかな。ベガが強い、ベガ強い、ベガが鬼ですね。 2P 側は恐ろしいっす。それなら俺がベガも、俺もベガ使ってもいいからな。ベガ、ま、ベガ結構好きだから、まあ、ベガ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 だったりとかね、うん、ベガ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 で完全ゴムな、完全ゴムならワンチャンある。いやいや、俺も 2P だから。あ、そっか。あ、なんで。あー、 あれ結構昇竜やられるから、うん、やらないやらない読みのやるみたいな、やるみたいな、やるんかいみたいな、あの、シロさんみたいな、シロさんじゃない、リュウさんみたいな人でもやるっていう、あの、なし寄りのありって感じ。なし寄りのあり、なし寄りのあり。いや、こういうことしてくるとね、ごっちゃになってくるんだよね、頭の中が。そう、しかもその前のヘップ食らってると、あの、ドンドンの次のあの、うん、あれでピョっちゃうんで、恐ろしい。これはこれはがっちり4ヒット。これがっちりですね。 X 剣のめくり中パン大昇竜はベガピョっちゃうんで、はい、今のは体力があっても死んでましたね。しかし、あー、ピョルピョル、リュウさんやべえな今の。ガン攻めやん。歩いて昇剣2回の台形ですね。あー、これはガードが硬い。お、これあるのか。あー、大足。あそこでもう一回勝利を振る勇気はないです、さすがに。いや、怖いっすよ。さすがに。空振ったら結局、
カニを食らっちゃうから。いやそうですね。ここで破天荒さん、破天荒さんも結構キャラ対、いや破天荒さんベガ戦めっちゃうまいよ。うまいよね、あのマリオジャンプの使い方と、うん、やっぱこう、おお、前撮りも結構ベガ戦の前撮りは分かってますね。すごい、だからサイコ来ても大丈夫なジャンプしてるな。おっと、これは強気、強気、これなんすよ。うまい、これが強すぎて投げ、これは硬いぞ。これ結構やっぱキャラ対、まあ、キャラ差ありますよね。結構リュウがやれることやれるようになってくると、うん、結構ベガ側がきつい。確かに、やっぱスト2ってこれなんですよね。その立ち回り一つで本当に試合状況が変わる。今度は下段、まあ、ギリギリまで意識をそらしているんで、結構中ゴスも中足も見にくいところがある。はあ、はあははあ、これはこれは中盤からの投げ、しかし画面端きついな。これはあーっと今のは、おー、これはやばいぞ、やばいのか、やばいぞ、あーこれはどうなる、逃げるでしょう、逃げたら、あーっと打っちゃった。あれもどっちも、リュウさんも一か八かですよね、今の。いや、あの状況はね、わかんないよ。わかんないですね。しかし、今ので完全にちょっと流れが、リュウさんに戻ってきた感じはあるが、お互い、おー、え、なんだ今の。マジで今の。空ぐらいしている。これは破天荒さんもまだ、ガツガツですね。怖い怖い怖い。さあ、お互いゲージが溜まったが、あーっと今のは怖いぞ、今のスパコンがあったんで、あーあー、あーこれはめんどくさいやつ。お、いやーでもデータが、これはきついか、体力いっぱいあるなまだね。こっからリュウさん巻き返せるか、時間がない。これは出すしかない。ガードー、ここで破天荒さんがリュウさんを止めた、止めた。そして、あ、京さん、京さんですね。はい、いや破天荒さん強いな。いやいや、今日ちょっと来て早々ベガー流やらせてもらったんですけど、はい、結構練習になりました。もう、あ、マジっすか。あ、これはダメなんだっていうのは、やっぱマリオがやっぱ強いですね、あれ。沖マリオが、あ、沖マリオね。その分だから歩きたいんだけど、うん、歩き見てからすぐ波動が打てるんで。ああなるほど。さあ今度は京さん、京さんですね。京さんね、うん、道着使いからの株がすごい高いんだよね。なるほど。しかもなんか、いや京さん勝利死ぬほど出るか、離陸した瞬間に出てるから。そう、あれ良すぎだろ。なんかワンボタンタイプみたいな。あれなんかサソリさんかな、うん、が言ってたのか分かんないけど、はいはい、あれなんか話昇竜らしいっていう。あ、京さん、そう、なんか京さんは自分で何やってるか分かんないんだけど、なんか見てからそれ一応入力してるようにしてて、でもう入力しといて、でなんかボタンをパパってやったら、なぜかダイヤシキャンセルの話昇竜が出てるっていう。っていうか結構足技振ってるんで、あれ足技が多分昇竜コマンドで振ってる可能性ありますね。なるほど、そういうことか。どうなんだ、なんかでもとにかく離陸した瞬間にバーンって勝負来るから、うん、何事かと思って。あれやばいよね。うわーあった、強気、強気の強剣、かっこいい。さあ続いて、いや、2P 側が、あれ、ハクくんでしょ？ハクくん、2P 側、そう。で、合ってる合ってる。そう、ガンさん 1P 側だからね。次がテさんです。さあ、ここはダルシム。よく三宅さんとね、やってますからね。あ、なるほど。テさんは。そして、京さんも、三宅さんからですね、これは。三宅さんからです。土曜日、あさっての土曜日、はいはいはい、エクサーで2015年図として、あーなるほど、いや仲いいですよね。そう、三宅さんとテさんでね、出るんでね。あとは隊長さんとか、あと加藤さんとか、そこら辺が仲いいイメージで。そうっすね、あーっと、あーっ
変なところで出たな。あれは何がいいんだろう、大パンレッパかな。うん、であれ終わりに飛び込むの難しいんだよね。さあ離しに行くが体力がない。いやあれはもう罪ですね。てか俺大山でテサンを見るのは初めてかもしんない。あー確かに。相当だ。これキョウさん話しながらやってますよ、ね、そうキョウさんすごいよ、ね、試合中だけどマイク聞いてんのよ。キョウさん何が起きるかわからないんで、あーっと対応された。やっぱテサン硬いな。 2P 側はあと3人。さあハクくんご指名入りました。ハクくんとテさんは先ほどの試合でかなりがっつりキャミーダルシムやってたんで、まあここでお互いやっぱちょっと男を決めたいところですよね。まあ男決めるっつうか、まあ、ハクくんは女なんだけど、どっちが強えんだって。あのハクくんはね小物道出てて、でその時ダルシムだったんですよ相手が。だからやっぱその辺のねダルシムキャミーの対策はかなり練ってると思います。さあハクくん普段の戦略を生かしきれるか。これはきつくなったが体力お互いほぼ五分。さあ下がったり前に行ったりしているが、きついなあこれ。やっぱまあスト2の中でもね最強キャラともう最弱キャラのカードなんですけれども、ハクくんはいや意外といけるというダルシム。フーリガンをちゃんと見てから返してる。これはあーつながんなかったが、これきついぞ。テザンのこのファイヤーモードが、そして遠いんだな。よく当てる。フーリガン刺さってめくり見えない。さすがにこれは熱い。さあガンガン歩いていく。やはり間合いを詰めるしかない。さあ今刺さりそうだったんだけどスカったな。うまい。よあ横に伸びるんだよねこれね。刺さってこれはめくりはガードしたが、またフーリガンやり直し、そしてスパコンでフィニッシュ。美しい。勝ったのはハクくん。さあこれで 1P 側、そっか、じゃあ俺行こうかな。さあマイクは男となっておりますが、これ、男さんいらっしゃらないので、ね、とりあえずバツ投げ的にちょっとやらせていただきます。あ、デレローさん来た、デレローさん来た。はい、はい、さあ男対ハク君のライバル対決ですね。急に持たされちゃった。うわっ、痛え。やはりこれはバイソンが有利なのかな。オアオアで行って、あーフーリガンが光ってた。このままバイソンとしてはもうゲージもっとしゆっくり行きたいところですが、行ってててててて、ラッシュがひでえ技だ。さあ続いて出てくるのは友座さんですかね。ちょっとありがとうございます。いやマジか、俺でも先週男に勝ったんだけど俺。悔しい、ね、勝ったり負けたりが楽しいですね。お、投げ返す、マジか、元気がいい。いやー、わーひでえ、ひでえ。これ友座さんと私曰くこの、投げてくの分かってんだけど投げられる。そうですね、確かに男投げるでしょみたいな。すぐ投げるね。いやでも分かってんだけど。お、投げ返さない。あ、こっから、あーっと、これは温まってしまう。これ温まるけど、友座さんはこれはもう冷静に
中足、はい、はい、いや今のはタイミングがもう、うわいや今の絶妙な下段でしたね、もう分からせてきたね、おーわーっと、しゃがみジューパンがめっちゃ機能してる、強いね、うわー見てる、めくり投げて上からいって、うわーっと、男バイソン元気がいい、これはさあこれはスーピー側の大将のミカさんかな、ミカさんですね、これはぜひとも、そうですね、ちょっとやってほしい、あのバイソンはこう使うんだよってやってほしい、ね、ちょっとお手本を示してほしいとこではありますね、いやニカさんがこう大将ってめっちゃかっこいいわかっこいいですね、さあまあバイソンはこうやって使うんだよっていうのが、そうですね、これあおちょっとニカさんが弱気で着席したが、まずはここで分からせたいとこではありますね、あーっとアントビしっかり、先輩ボクサーが分からせに先輩ボクサーがおー投げて、これは投げ返す、これはよく見るやつ、そうですね、投げて、おーっとヘッドで切り返して、さっきから頭突きしかしないぞこいつしゃがみ中盤ボクシングをしてくださいさて投げ返す、おーっとあるのか、うわあっと破天荒さんが思わず指を刺してしまった、ヒヤ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 だ、意外と下段を選択してくる、あれだけ掴んできやがったくせに下段を選択してくる、やらしい男だやらしい男だ、意外とめめしいのかもしれないこれで割と体力が近くなって、おーっと投げる、ヘッドが投げ普段我々はやられてるのを誘われておい、あそう先輩ボクサー分からせた、先輩ボクサーが可愛がりをして可愛がったな、最後が青葉さんですね、青葉さんのこれはバルログかな、バルログかな、いやでも やはり対照戦になりますね、やっぱりなりますね、やっぱりなりましたか、もうニカさんはヘッドで逃げて、これだから割とやりやすいのかな、どうなんだこれは、結構いい勝負なのかもしれないですかね、だがペースを握ってるのは2回転さんヘッドなんかペプシがさ3つ並んでるからさ誰のペプシか分かんねえ、多分俺のっぽいペプシなんだよなこれな、これ今置いたんだ分かったところで、おっとヘッド当たる、スーパーコーン、いやーまさかの P 勝ち、まさかの P 勝ち、さあ青葉さんのヒョウが入って、起き上がりにヘッド重ねたときに、バク転してたらどうなんだろう、あぶつかって終わりかな、うんかな、うわー届いた、おっと届いて、さあゲージが半分止まったぞ、暴れない、ヘッド当たるんかい、伸びる、強いぞこれは、ゴロゴロ、おー当たって、うわーヘッドがヘッドガードしている、うわーっと振り向きを出そうとしたが優しい反撃だった、ニカさん今安堵の表情で、今そうです、ね、危ない危ないっていう、とさあ芋掘りでちょっとちょっとお茶を濁しつつ、どう攻め、時間がないよ、時間がないよ、あーっと勝ったのは、勝ったのはスーピーチームですね、おめでとうございます、バイソンはこう使うんだよと、なるほど、いやいい勝負でしたね、よかったですね、お疲れ様でした、いやお疲れ様でした、ありがとうございますそうですね、いや見せ場ねありましたよ、何バイソンとかいうキャラ、いやいや普段やられてることはこういうことなんやでってことですねというわけでね、はい、第3回木曜東西戦はこれにて終了という、はい、ありがとうございました本当にね、
いやいや今日も大盛り上がりでしたね。やはり やはりね大会が近いんで人も集まったと思いますね、はい、あ、そっか、はい、あさってね、そうですね、エクサーがあるんでね、はい、南浦はビッグワンでね、そうですね、当日枠も確か2つあったのかな。なるほどなるほどなるほど、なのでぜひぜひあのご予定空いてる人、コロナウイルス美味しいのって方はね、美味しいかもしんない、美味しい、意外と食べたら美味しい、いやいやいや、いやいやいや、そんなこと言う、まあまあまあ、不謹慎、不謹慎なこと言ってらんないからね。そうですね、はい、というわけで皆さんの試合を楽しんでいってください。ありがとうございました。イエーイ。そうですね、配信台で、そう、一応まだ配信してるからね。そうですね、配信はこのまま続きますので、まああとは男くんが喋ったりとかなんだかんだで、うん、あると思いますので、はい。いやー悔しいとにかく悔しいね。やっちゃったよ、やっちゃったよこれマジっすか。まあ、じゃあ写真の人、俺は、俺人権ないんで これは今リュウさんの、リュウさんのリュウでと、あとハクくんのサガットですね。さあ、まあ、ハクくんね、サガットもうまいんで、お疲れ様です、楽しかった。わ、もうこっちもこっちですげえ楽しかったです。よかったらゲーセン遊びに来てください。まあでもやっぱりシーソーゲームになったな、なんだかんだ。順番決めないから、なんかもう知ら、もう無双で終わるかなって思ったんですけど、そうでもなかったね。うん、ああ、ああ、確かに太平さんは出るなら先方の方がいいかもしれないですね。忙しい、忙しくなっちゃうっていう。あ、ハルキャール君こんばんは。もう来てよ、近所なので暇だったら見に行きます。あ、マジっすか、それすごい。はーい、もう木曜日だったらもう8時頃から全然人いるんで、もう全然、もう時間、まあお暇があったら遊びに来てください。初心者大歓迎です。ハクくんが今竜を、あ、竜じゃないわ、ベガを使ってますね。しかし竜さんも結構逆戦やってるんで、あ、でもハクくんが今1本取ってますね。しかし昇竜の暴れどころ、間違いねえ、間違いないねえ。波動は食らう、ヘッドプレスうまいが、波動拳、波動拳、男はエクサ出るとしたら当日枠、あ、事前エントリーはしてないっすね。これは真空食らった、ただの波動だったけど、まあ食らいだったね、空中ぐらい。あ、そっか、ハルキアール君はエクサーに出るのか、そういえばね。どうしよっかな、南浦は。
ハク君今度は紫色のベガ。これは食らう。さあ、リュウさんもやっぱベガのいやらしいことをやっぱ分かってますね。ベガが壁でうずくまってたらもう絶対灼熱波動連発。それをやるのとやらないのとは全然違いますからね。昇竜、昇竜拳、小昇竜、あんまり見ない、あんまり見ない。いやー、遠距離中ゴスからの波動拳、これがねいやらしい。さあ、ハク君も頑張っているけどちょっと竜が硬い、竜さんの竜が硬い。いやー、もう出しても OK っていうね、出しても間に合う。うわー、バックジャンプマリオパンチ、あれは食らうわ。さあ投げて中足から上に行ったけどアッパーで落とされた。いやー、これ攻められないね、なかなか難しいな。やっぱ密着になんか結構アッパーを、なんかベガと竜側はなんかベガが近くにいるとき大体アッパーしてますよね。さあ、ハク君さて、今どんくらいの人数が来てるのかわかんないんですけど、もうどんどんコメントしててくださいね。さあ、ハク君がこれを拾ってちゃんとつなげて、あー、なんかやってないねワン、今のはワンチャン攻めに行けた感じなんですが、完全に流れを持ってかれちゃった。これは、うわ、よく拾った。こっから裏行って、しかし何も起きない。あー、生ぐらい、ナイスホバー。あー、怖い。うわー、波動くる。いやー、今の結構攻めに行ったんですけどね。2P 側の勝利写真。 X 勢みんなシャイなんで、
今ワンチャンあったんだけどちょっと離れちゃったね。いやーこれはきついべ。中ゴスがマジ強すぎ。龍は本当何でもできるよな。あーっとちょっとワンチャン逃したか。ハクくん困っとる。あー今スパコン出たんだけどな。これは苦しいな。あ投げを選択。時間がねえ。あーまマックジャンプダイヤシがね判定強い。じゃあ俺もノジアイやってこようかな。はい、というわけでまあ配信はまあそうっすね、もうちょいで締める感じなんで、まあそう、まあこの後もそのノジアイの配信楽しんでてください。男でした。はい、というわけで、改めて本日の勝利はツピガー勝利ということで、ここからの試合をある程度流しつつ、そうですね、22時45分ぐらいをめどに、本日の配信終了したいと思いますので皆様よろしくお願いいたします。先ほど結果をツイッターにもアップしましたが、来週の開催は3月26日木曜日ですね。引き続き、定例イベントとしてやっていきますので皆様よろしくお願いします。
Thank you.
あはい、配信は引き続き続いておりますが、現在10時45分というところで、まもなく、こちらの時配信含めて終了したいと思います。本日はツイートもしましたが、ツーピー側の勝利ということで、9対9、18人集まっていただきました。まあ、1人俺だけど。やるたびにね、まあなんか初回は結構集まってくれましたけど、先週よりだいぶ人集まってくれてて、まあそのエクサ前ってこともありつつですが、いろんな人に興味持ってもらえてるイベントになってるのかなとは思っております。引き続き、テレビとして、もうさっきも言いましたが、やっていこうと思ってますので、XA の方、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というところで、この配信、このの試合、この1試合が終了したら、本日配信終了したいと思います。また来週よろしくお願いします。お疲れ様でした。